ヤン・マサイスは、歴史が、風俗が、風景がで知られる南ネーデルラントのルネサンスの画家。また、マサイスはフォンテーヌブロー派のような官能的な女性の、裸体画で評価を得た。アントウェルペンで、画家、クエンティン・マサイスの息子に生まれた。弟のコルネリス・マサイスも、画家、版画家になった。父親から絵を学んで、父親の亡くなった、翌年の1531年に、 アントウェルペンのセールカ組合の会員になった。その後、しばらくフランスのフォンテーヌブローで働いたとされるが、しっかりとした証拠はない。1536年までには、アントウェルペンに戻り、1538年に、いとこの女性と結婚した。この結婚から3人の子供が生まれた。1544年に、異端審問を受け、国外に亡命した。フォンテーヌブロー。 ドイツを経て、1550年には、ジェノバ共和国に移り、実力者、アンドレアドーリアの宮廷で6年間働いた。1556年には、アントウェルペンに戻ることができ、その後はアントウェルペンで活動した。ありがとうございます。